護衛艦付き立ち入り検査隊は、海上自衛隊の各護衛艦ごとに編成されている、海上阻止行動を想定した部隊である。海事内で割立検隊、あるい割立検と呼ばれる。1999年成立の周辺事態法を受けて、翌年制定された周辺事態に際して実施する、船舶検査活動に関する法律により、海事が必要な場合に応じて、 一般船舶に対して海上阻止行動を実施することが可能となった。これに伴い、それらの行動に対処する専門知識を持った部隊が必要となり、各護衛艦ごとに立ち入り検査隊が編成された。この教育部隊では一部の隊員が米海軍や米沿岸警備隊から海上阻止行動に関するノウハウを学んでおり、各護衛艦の上院から選抜実施されている。 普段は各職種の任務についているが、立ち入り検査訓練時は特議員として指導的立場にある。海上警備行動の際は各艦の立ち入り検査隊の一員として活動する。各国の海軍では軍艦上院による臨検は日常の業務であるが、海上自衛隊では臨検は有事の際に行うものと規定されており、 1999年以降になってようやく平時における運用が検討課題となった。退院になる条件は3等階層以上のものが対象退院となる。第1十課学校内に立ち入り検査課程が設置されており約4週間の教育を受ける。会長自衛隊内では人員不足のために護衛艦の乗組員の人員削減を余儀なくされたり、 統計上の隊員の基礎体力の低下が顕著という傾向があり、各課においては対象隊員の確保と体力連成が課題となっている。ありがとうございます。